絶対にやめていただきたいおばさんに見えるポニーテールの失敗例と改善方法を紹介します。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、おばさんに見えるねポニーテールの失敗例を今日は3つ紹介します。誰でもポニーテールが可愛くなりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず失敗例のよくやりがちなポニーテールをやっていきます。こう全体的にこうブラシでとかしてまとめるときなんですけど、まとめる位置がこの辺で下すぎることで、特にこの襟足のちょっと下あたりで結んでしまうと、この後頭部ら辺がこうペタッとしてバランスが悪くなってしまいます。で次に2つ目なんですけど、まとめてだいたい耳あたりぐらいの位置でゴムで結んでいきます。結んだ時にこの分かりますかね、襟足のたるみ、ここがやっぱり結んだ時に出てきやすいポイントになるので、ここがたるんでしまうとちょっと疲れて見えたりする原因となります。次にね、3つ目なんですけど、しっかりとねまとめて結んでいきます。緩みやすくてね、結構しっかりとまとめられる方も多いかなと思うんですけど、しっかりとまとめた時にここのね耳がしっかりと出てしまう。こうするとちょっとね昔っぽいきっちりしたイメージになってしまいます。じゃあ次におばさんに見えにくい綺麗なねバランスのいいポニーテールをやっていきます。全体的にねブラシでしっかりとまず溶かしていきます。まとめる位置は耳のあたりぐらいですね、延長線上若干下でも問題ないです。この位置でまとめるときにここがポイントなんですけど、少しね頭を首を上に向ける、この状態でゴムで結んでいきます。そうすることによってたるみづらくなりますので、この状態で結んでいく。で頭を戻すとこのたるみがなく、シュッときっちりしたポニーテールになります。その次にここがのっぺりねボリュームが出なかったりとかしてる場合も結構多いかなと思うので、この部分を少しだけ丸みを出すように髪の毛を引き出します。でここでねあんまり引き出しすぎも結構注意なので、ペタッと平面になるのではなくて丸みがある立体的になるようにボリュームを出してあげれば OK です。でここだけじゃなくてトップのねこの辺もペタッとしやすかったりもするので、このゴムの部分を押さえて少しねこの辺も高さを出すような感じで、前からね鏡を見た時にここが少しね丸みボリュームが出るような感じで引き出してあげれば OK です。で最後にねこのね耳の部分、さっきはねこう思いっきり耳が出てた状態になってるんですけど、この部分を少しね耳を半分ぐらい隠すように出してあげる。そうすることによってね形バランスが結構綺麗になりますので、こんな感じのポニーテールが綺麗な形になります。で最後にねこのゴムの部分を隠すようにヘアアクセみたいなのをねつけてあげると、よりこなれた感じのポニーテールに変身します。はい、ということで、こんな感じでねおばさんに見えないポニーテールのね失敗例と改善方法を紹介させていただきました。ポイントとしてはまずね、一つ目は結ぶ位置です。結ぶ位置をあんまり下すぎたりとかすると、このね後ろの面がぺったりとしてちょっとねバランスが悪くなってしまいます。なのでちょっと高さ的には耳のラインあたりでまとめてあげるとベストかなと思います。2つ目はこのやっぱ襟足のたるみですね。それを改善するためにはちょっと上向きながらまとめてあげると、たるみが解消されます。ただ髪の毛の量が多い方に関してはこれでも改善されない場合がありますので、例えばね、こういう風な感じで下の部分の髪の毛をまずまとめて、で上の部分をかぶせて、まとめてあげると襟足のたるみがなくなります。ポニーテールの位置をね、ちょっと上向きにしたいよっていう方に関しては以前のね、作った動画
をこちらを見ていただけると、それの方法もしっかりと動画で解説しておりますので、こっちをご覧ください。で、最後3つ目に関しては、耳をね少し隠すっていうのがポイントになります。ここをね、耳をしっかりと出してしまうと、ちょっとね昔のポニーテールになりがちになってしまいますので、少しねポイントとしては、耳にかける髪の毛を作る。こうすることによってね、こなれ感があるポニーテールに変身します。以上ね、この3つをしっかりとね踏まえた状態でポニーテールをやってあげると、誰でも本当にこなれ感がある可愛いポニーテールに変身しますので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、最後までご覧いただいてありがとうございました。今後も皆さんがね綺麗で可愛くなれるような動画をね作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ベルマークもよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。